い、どうもー。てかさ、工場キャラで超フェスを狩るのと、ごとり中に敵が全員 KO されてる状態って一緒だよな。どういうこと？どちらもそこに価値があるでしょう。おっとが、ヒュビがパンパンパーン。というわけで皆さん、こんにちは、こんばんは、レッドです。はい、というわけで、そうですね、工場キャラで、超フェスを狩る、そこにやっぱり価値があるんじゃないかと僕は思っちゃいます。はい、超フェスで超フェスを狩るようにね、やっぱり工場キャラで、やっぱ格上のキャラを狩れるっていうのが価値あるんじゃないかななんて勝手に思っておりますと。でね、もう一つが、ごとり中、旗5個取ってる状態で、もうその段階で相手が全員 KO されてたら、もう価値が見えてますよねっていうやつでーす。はい。というわけでね、今回はそうですね、工場キャラで超フェスを狩るということで、もうバッサバッサとね、このハイゴールディロジャーさんとか、おでんとかマムとか、超フェスというやつをもうね、バッサバッサと買っていきたいなと思いますね。はい、じゃあね、もう早速ね、見ていきたいなと思います。もう、まあ、使うキャラはね、いつも通りのこの工場、今使っているキャラですよと。はい、いやもう、いや叶わへんやろみたいな言われるんですけどね、いやそんなことないですよ。運が良かったら勝てます。はい。というわけで、はい、そんな冗談置いといて、これからじゃあ見ていきましょうか。じゃあ最近ちょっとロー君のスタート画面なんで、こっちでいきましょうか。どっちでもいいか。じゃあ見ていきましょう。皆さんよろしくお願いします。あ、今回もね、声後入れになっております。じゃあ一緒に見ていきましょう。いきます、レッツバウンティー。はい、じゃあまず1戦目見ていきましょうか。この試合はね、最後の結末に、ぜひぜひ注目していただきたいなと思います。はい、じゃあ行きましょう。まずね、ウソップ2体とフランキーがいるんでね、まあ、僕はもう迷わずシーハタの方に直行ですよと。はい、でここもトツカとかなんかカムセルとかいろいろ警戒しつつ見つつで、ここ通常に合わせて避けられないタイミングでしっかりねメスをぶち当てていきますと。で通常挟んでのここジャスカイ入れての通常と、トツカもねなんか壁の方に行ってくれてたんでラッキーでしたと。でこれはメスでね勝手にもう落ちるダメージまで減らしたんで、ほっといてまずおでんさん落としていって、ここはい回避した後に静止後の速攻でカウンターショックで、はい、ロジャーも落としますと。でこれねウソップに握ってほしかったんですけどね、ゲージ増えるんでね、まあまあまあいいかなっていう感じで、回復もできるしまあいいかっていう感じでね、ここでちょっと溜めながらうろ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 しながらね、次、マムさんがね来ますと、もうこれもうしょっぱなね、おでん、ロジャー、そしてマムを買っていきますと。はい、ここメス入れますと、もう乾電状態ではねメスはね有効なんでね。はい、でここジャスカイ入れての通常でダウンさせーのの、でここまたジャスカイで入っての通常でダウンさせーのの、って感じですね。もうあともうね、マムさんの体力もね、もう限界まで来てるんでね、もうあと通常でしっかり KO で、超フェス速攻で3体勝っていきますと。どうですかこれ皆さん、1分半、1分20秒かぐらいで超フェス3体狩るっていう、最高でしょ。今のはちょっとね、肉食わさなくてよかったですね、あれはね。まあでもバグアウトして避けてからの、ウソップも、しっかり追い込んでメス入れて、これもほっといたら勝手に死ぬんでほっときますと。でこれでウソップさんがはい落ちましたということで、もういいペースですね。2分まだ切ってないんですけど、速攻で 4K をアタッカーですかあなたはっていう。でここちょっと油断したんですよね。エリアギリギリのところで後ろから攻撃されるところにカウンターショック合わせておでんみたいにこう浴びせようかななんて思ってたんですけど、ちょっとねタイミングを見ね見計らっちゃいまして、ミスりましたね。はい、でここからね、スネークで行くんですけど、門の横でこう様子見ながらね、でしっかり握ったところを、吹っ飛ばして、ここねしっかり守っていきたいなっていうところなんですけど、ここからねちょっとね雲行きがどんどん怪しくなってくるところですね。残り40秒、相手ブーストが来ますと、まずいですね、非常にまずい展開ですこれね。味方全員やられちゃいました。それはもうしょうがないですね。
ブライテブーストでね、あの全員向こう元気だったんでね、これはしょうがないやつですね。でこれはまあ、僕もお父さんの、しっかり4対1になって、ここマムさんに、握られていって、ここはい間に合うのか間に合うのか間に合うのか、急げ急げ急げ、はい残念間に合いません。と残り10秒で5対0、さあどう覆す、ここ覆せるのか、どうする、通常通常通常当てていく、4321、残念というわけで5対0で負ける。どうですか、最高の流れでしょう。はい、じゃあね、2戦目見ていきましょう。いや、さっきの試合はね、あのあんだけ上品しようかってね、しっかりと答えゼロで負けるっていう最高のオチでしたと。今回はどうなんでしょうというわけで、これね、僕今回この試合はドレスローザで、ひたすら相手の二陣を守るマンをやっていますと。見ていきましょう。まずね、カムサリジャスカイをしっかり入れて、通常で、ペチペチとやっていきますと、でこれチャージ画面で分かっちゃうんで、ちょっと一回離れながら、メスここで離れたところからぶち込んで、ここねお魚くるんで一回回避離れてね、はい、でここ通常の打ち合いですねと、でここ通常でしっかりと打っていくんですけど、ここはい相手も何もないんで、カウンターショックで普通に KO していきますと、まず、ロジャーをしっかり倒していきましたね。いいですね、ここギリギリお魚避けれましたと。危ない危ない。でここからね、ひたすらね、まあ、今2対3で負けてる状態なんですけど、まあまあまあ、あのもう後部でいいのかななんていう感じでね、ゆっくりと、様子を見ながらね、まあ、ゲージも貯めつつ、こうまたここね、いかついですよね、味方含めて長兵3体に囲まれてますねと。でここメスでお魚を避けつつ相手を攻撃するっていう高等テクニックですね。でここジャスト回避入れて攻撃してくるのを待って、はいカウンターショックで落としていきますと、オーデンさんを。はい、いいですね。でここもね、しっかりと無理せずね、一回ねスキル貯めながら、そして、ゲージも貯めながらと、相手の様子を見ながらですね。はい、でここで肉が、いい感じに出現したんで、しっかりいただきますと。で次またね、超フェス、どんだけ僕超フェスと対面しないといけないんだろうと。ほんまに思いますね。まあ今回のね、この企画の動画だけじゃないんですけど、もう常にやっぱり超フェスとね、対面するんでね、ほんまにもうなんかもう神経がおかしくなりそうですよ。でここはね、相手のブーストなんでね、無理せずね、攻めずに、ここひたすらね、2陣目守るマンですね、相手のね2陣目を。あーでここチャージスキルをね打たして、下したんで、ここをきっちりねメスを決め込んでからの、またここ、ロジャーをね、カムサリー、ちょっとここはジャスト回避できずにちょっと当たりながらなんですけど、カウンターショックでまたロジャーを落としていくと。いや、いいですね、ロジャー落として、おでん落として、ロジャー落としてと。で残り1分切ってきたんで、徐々にこうプレッシャーをかけながらね、もう自分らのブーストも終わっちゃってるんで、まあ、こんだけこうやっぱりまた KO しててもね、また旗がねこっちの方が3本になってないという状態でね、ここでさすがに KO されますと、まずい展開ですよね。もちろんね、これ4対1で負けてるんでね、非常にまずい。でここでやっとね、初期旗取り返してもろってのね、2対3の状態なんですけど、まだやれ劣勢なのに変わりないと、僕と黒ひげしかいないですと。でここ取りに行くんですけど、相手のねここ2陣目、僕らの今取ってるところに、黒ひげさんにできれば行ってほしかったんですけどね、僕が取りに行ってひげさんが守るみたいなね、じゃないとあれ絶対取られるっていう風に思ってたんでね、で案の定やっぱ取られちゃうんで、ここはね、まあ吹っ飛ばして最後ね僕取るんですけど、やっぱり向こうも取られてるんで、結局2対3でこれ負けちゃいますという感じですよね。はい、まあしょうがないですよね、やっぱりね、この試合もね KO するけど負けるっていうやつですね。はい、どんまいですね、次行きましょう。はい、じゃあラスト3戦目見ていきましょう。さあどうなんでしょう、負け負けときて、この試合は果たして勝てるんでしょうか。見ていきましょうか。いやー、やっぱりね、痛感しますよね。どんだけやっぱり KO してもね、ほんまに、勝ち負け、まあ、まあ KO したら、まあ、やっぱり有利にある程度はね進めていけるんですけどね。やっぱり最終的なこう立ち回りとかね、全員のね、味方全員の判断とかもね、やっぱり必要になってくるかなっていう感じですよね。ここはまあ、とっつくハイジャスト回避して、しっかりメスを、入れていきましょうと。
で、ここ通常、通常と通常で入れて、これ空いてるね、おでんさんをね、追い打ちですね、これ、はい。行きましょう。通常でしっかり追い込んで、で、ロジャーいるんで、ここは任せちゃいましょうということで、で、ここ、しっかり追い込んでいった、おでんさんをしっかり落としていきますと、まずおでんさんを落としていきます。で、ここすかさずね、相手の2巡目にこうプレッシャーを与えつつ、自分らの旗も溜めつつと、で、ここからメスでここ当たるんでね、これ、はい、構造ですね、皆さん。もし知らなかったら、ぜひやってみてください。通常もね、届くんでね、ここからね。はい、ここでメス入れて喜べてるんで、この隙に通常でしっかり込んでいくんですけど、ここね、ちょっと画角悪くて距離感ミスってね、普通に通常で当たったと思ったら全然当たってなくて食らっちゃいましたと。で、ここもね、回避した後にね、静止してね、カウンターショック打とうと思ったらね、ちょっと向こうもミスってしまいましたと。で、ここでまあまあ自分らのブーストが来るんで、スネークマンでいきましょうというわけで、まあこの、動画ね、あんまスネークマンの出番がね、あんまなかったんでね、しっかりここでね、スネークマンで、スネークマンを使って、超フェスを落としていきたいなと思います。で、ここ、回避、ジャスト回避してからのワンテンポ置いてからの、これで、はい、キングカブラで、スネークでワンパンですね。いや、気持ちいいですね。ローザーを落としていきますと。で、ここはね、まあ、やられるのも覚悟で、旗をできるだけ減らすと、なぜならば相手のブーストが増えられて、これはシンプルに間違いました。岩に隠れて一回やり過ごして、相手のあの2巡目の方とかに行こうとか思ったらね、間違って降りちゃいましたと。で、そこに降り際に方言とかでしっかりやられていきましたというわけですね。うん、あれはミスりました、完全に。いいですね、これ真ん中でもね、取ってくれてるんで、で、ここからどうしようかっていう感じですね。おでんさんをね、しっかりこう落としていきたいんですけど、うん、もう通常で追い込むのが果たしてどうしようかっていうところで、一回真ん中をね、ここ溜めつつね、ラストも1分切ってるんで、真ん中が絶対にキーになってくるんでね、これはね。真ん中をね、しっかり守るマンをしてようという感じで、ここしっかりカウンターショット決めたんですけど、もう1体のロジャーのこのカムザリはね、やっぱり受け入れずと。で、とりあえず、メスでその旗をね、妨害してるんですけども、ここはさすがにロジャー2体のスキルはきつすぎるというわけで、ただ後ろから来た、味方のロジャーが KO してくれましたということで、なんとかね、真ん中を守ることができましたと。で、その隙に自分らの2巡目もね、しっかり取ってくれてるんで、ここはね、裏取りを警戒しながらですね、残りもう15秒なんで、裏取り警戒しつつ、まあ大丈夫かなということで、1回上に上がりながら、どっちも行けるところでね、はい。で、ここはもう真ん中、味方さん多分大丈夫なんで、降り際っていう感じで、一応スキルとかやっていうね、ゾロさんと同じこと考えてましたね。そしたらまあ大丈夫だったんで、これで最後は3対2でフィニッシュで勝ちということですね。ようやく勝てましたね。うん、よかった、ナイスでした、ありがとうございました。はい、いや、どうでしたか。3戦中2戦負けるっていうね。でもここでね、改めてこうもう一回で、ね、自分で振り返ってね、学ぶこともやっぱりあるんじゃないかということで、あえてね、こう負けの動画もこう見ていきたいなと、反省もね、こう次にどんどんこう生かしていきたいという所存でございますと。やっぱりね、まあ工場でね、どんだけこう超フェスを狩ろうと、相手をどんだけこう KO をしようとね、ごとりで負けることだってあるんですよねと。つまりですね、ほんまに相手を KO するのももちろんね、もちろんやっぱまあできるに越したことないんですけど、やっぱりそれ以上にこう立ち回りプラスやっぱ全員のこのチームワーク、まあでもそれをまあやったところでね、まあ一人がどんだけ頑張ってもどうしようもない時だってありますと。まあもうしょうがないですよねと。まあ逆もしかりですよ、ほんまにみんなが頑張ってくれてるのに自分がやってしまった、だから負けてしまったみたいなもんね、あると思うんでね、まあまあまあその辺もこうどんどん次に生かしていって、勝率を上げていってっていう感じですかねって思います。まあ KO できるっていうのはすごい楽しいことなんですけどねと。はい、いやでもやっぱり気持ちよさはありましたね。この工場キャラでね、まあ下克上ですよね、言ったらね。はぁ、いやー、まあこれからもね、この工場キャラでね、しっかりと暴れていきたいなと思います。はい、じゃあね、今回はね、この辺で終わりたいなと思います。皆さん、ここまでご視聴いただいてありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。 See you!